で、はいえー、では時間が来ままししたので始めていきましょう、えー、と今日のガイダンスのタイトルは、えー、夏の間に法律実務基礎科目を仕上げる「口述試験直前対策」というふうなものになりまして、えー、これから60分間ですね、まあ、実際にあの、まあ、私が口述試験を受けた時の、まあ、経験であるとか、まあ、あとですねあの、まあ、試験の日程とか、まあ、そういったものをいろいろ踏まえた上で 直線対策について、一通りのお話をですねしていきます。じゃあ、えー、早速、レジュメを開いていきましょうか。えー、まず、レジュメの1ページですね。えー、とまず、形式的なあの日程の確認なんですけれども、口、えー、述試験ですね、えー、と論文を受かった方を対象にしまして、 ことしはまあ10月の終わりですね、26と27の土日で、えー、2日間で行われます。でまあ、あの試験自体はですね朝からまあ夕方までかかりますので、まあ、必ず遅刻をしないということですね。あの法務省の方のスタンスとしましては、あの電車が遅れようが、えー、何があろうがですね。 試験は時間通りに進めるということになってますので。まあ、あの大体電車で。一時間超えるとか、ぐらいの方はですね。あの、もう近くのホテルを、あの、取っておいた方がいいです。あの、正直、口述試験はですね。合格率が九割超えてますので。まあ、言ってみれば、あの、筑後をせずに行きさえすれば、あの、九割受かるんですよ。で、その結果、あの、予備試験合格というふうな。 あの非常にこう強い肩書きが得られますのでまあもう遅刻は絶対やめるということでえ近くに泊まった方が無難ですまあ体力の消耗とかも防げますしねで実際の次のこの,あの試験科目のところでちょっと今見ていきますけれども口述試験はですね知識よりもえその日の体調とかこう頭の回転といいますかね あのちゃんと寝不足じゃないとかあのそういうところでかなりりの部分が決まります、えー、そもそもこれどんな試験かっていうところちょっと目を通しておきますと、えー、この2番のところですね「口述試験」えー「筆記試験に合格をしたものが対象となってまして、えー、そもそもです、ね、予備の論文予,、まあ、予備の択一と予備の予備の論文に受かる人間ですので そ、えー、そももも知識はもう十分すぎることあるわけですよ、ね、あの卓越で相当細かいところまであの聞かれますし、えー、論文もかなり狭きもんですので、えー、それだけを対象にして、えー、法的推論あと分析構成、えー、これについてまあメインといいますかここですね弁論、まあ、実際に、えー、普通にあの口でしゃべって ちゃんとと話せるのかかころが聞かれますなのでちょっとまあこれ簡単にメモっておきますけどもえっ、ー、と口系のメインですね、えー、とメインはあの会話のキャッチボールができるかだけですあの会話ですね、えー、コミュニケーション最低限のまあちょっとコミュっていうふうに略して書いておきますけども、えー、正直それだけですねなので 口述試験の対策としてまあよくですねあのひたすらもう基本書を読み込むとかあの条文須読するとかあのそれをメインに考える方いらっしゃいますけどもあの逆ですねあくまでも主が会話コミュ力ですのであの予備校の模擬面接を受けるのはもちろんのこととしてまあ受験仲間がいればですねえまあ何度も正直もう え週2日ぐらいは模擬面接であの受験仲間とこうやり取りするとかもうどうしても受験仲間いなければ、えー、まあ家族とか友人とかにですね、あのー、この過去問とかあのどの予備校に行ってもですね、まあ、レックなんかでも過去問普通に公開してますんであの3年分とか4年分とかですね。えー、ということでそんなキャラは十分ですからあとまああれですね普通に 市販の本とかでも硬直試験のシミュレートというか予想問題というかあのサンプル問題というかあのそんなもありますのであの必ずですねその家族友人とかにそれを渡して、まあ、実際にこう聞いてもらうとでそれにしゃべるというのがあの必須ですで重たる対策がいわゆる知識の補充ですねまあ論文であの実務基礎科目についてはもうやってますんで あとはまあそれをあの知識を確たるものにするといいますか、えーまあ、実際、口述試験では条文番号とかもあの聞かれたりしますので、まあ、よく使う条文ですね、えー、それを覚えたりとかあとその条文の内容とかあとまあ6歩を引いてあの答えるパターンもありますんであので予備試験用の6歩ですね、えー、それで まあ大体よく使う条文が大体この辺にあるとか、えー、そういうのは場所を大、まあちょっと荒あらか方ですねおおよその、えー、場所の当たりをつけておくとか、えー、それが有効です、まあ、実際6歩引いてる時間もあの試験時間にカウントされますし口述試験はですねあのかなり時間にシビアですのであの時間が時間が かかればかかるほど、ですねあのもったいないです。まあ、ちょっとこれ、書いておきましょうか、えー、重たるものが、えー、知識の補充と。で、ちょっと今の話をもう少しふえんしておきますと、あのまた後でちょっとやりますけどね、あの予備試験は非常にこう時間がシビアです、口述試験は。 あの予定されてる質問がこうわーっといっぱいあるわけじゃないですか、まあ、ちょっとイメージ図書きますけども、えー、と予定されてる質問がいろいろありますよね例えばまあこんぐらいあるとしましょうかでこっからここまで第1問からここまでを時間内にやるっていうのが決まってるんですよ人によって何かこう特別に時間をこの人は延長してあげようとかそんなないわけですあの全員平等です当たり前ですけどもでそうすると やたら長い沈黙とかですねあるいはプ歩を引くのにやたら長い時間かかるとかそういった要素がいろいろ積み重なって例えば予定ししたもののうちここまでしか終わらないとそしたら当然ですねこの文はそもそも出題ができない、まあ、言い方を変えれば出題できないってことは答えられてないってことですのでこの文全部不正解扱い0点ですよね。 したがって、えー、もうとにかくですね、えー、予備で大事なことは、まあ、ちゃんとコミュ力といいますか、えー、聞かれたことに、えー、端的に、えー、一つ一つ答えていくと。えー、例えばんでしょうね、えー、刑事系とかですと何か事案を与えられてでこの事案で、えー、何罪の成立が考えられますかと。 まあ例えば窃盗罪とかえ詐欺罪ですとかまあそんなふうにもう一言で答えると。で逆にえ何罪成立しますかって聞かれてるのにえそもそもこの罪の構成要件はこれとこれとこれでえ今回はこれをまず1個満たしてで次にこれがとかですねなんかいらんことをしゃべり始めますとあの時間が無駄に過ぎていきますんでえ必ず。 まあちょっとこれも書いておきますけども、えー、必ず一問一答ですねそこはちょっと心がけてください一問一答端的にあの答えるとあの知識がある人ほどあの喋りがちです、えー、それはマイナスにしかなりませんので,で実際ですねあの本試験で、まあ、いろいろ各小部屋にあの通されますけども試験会場ですね小部屋ノックして で入っていって、まあ、受験番号行って、まあ、着席しますけどもでそしたらあの主査と副査がいましてちょっとこれも書きますか、えー、と小部屋があってですね浦安のほうにで、えー、とここがまあ入り口ですね受験生がここから入っていきますでここにテーブルがあってで主査副査って必ず2人いるんですよで、まあ、ここに椅子が置いてありまして で受験生がこう入っていって、まあ、受験番号行って座りますねでそしたらこの副祉の方があのベル鳴らしますでそれがあの時間カウントの合図ですえっ、ー、と確かちょっとこれえっ、ー、と再現集にああこれですねえっ、ー、とノックベルが鳴るとかですねあの書いてありますけどもあのベルはあの必ずですね鳴ります で、えー、と今ざっくりと、まあ、大体10分ぐらいで概要話をしましたけれどもあのそもそもこういったイメージの試験ですので一番怖いいのがあの寝不足とかでですす。ね、えー、疲れ、あるいは緊張ですあの知識で論文まで択一と論文まで通っている方で、えー、全くですねこう初めて知った初めて聞いたっていう質問が来るってことはちょっとおよそ考えられないですね。 あの一番厳しいのがあの緊張によってわけわかんないことを超えてあちゃってでそのことがさらなる緊張を生み出してでボロボロになっていくパターン、えー、落ちる人はこれが一番多いです。あと寝不足とかですね、まあ、それがもうあの小見る子の定下に拍車をかけるとあとはあの無駄にしゃべりすぎるです。というわけでこの2つをですねこうある程度気をつけておくと。 えー、予備の口述もですね、まあそこまで怖くはないです。もと九割、九割以上が受かる試験ですので、あとあの予備の口述はですね、あの落とそうとするための試験じゃなくて、もう本気でやばいですだけを弾くだけの、まあ言ってみればあの基本は受からせようっていう方向にあります。えー、ということで、えー、予備の口述はですね、あの恐ろしいぐらい 誘導ですねあの面接官からの誘導がものすごく多いです。ということで、えー、と面接官は基本的に味方だと思ってくれて結構です。あの緊張する必要はないんで、すねであの就職とかの面接にありがちな誤誘導ですね。わざとおかしい方向に こう誘導して、本当にそうとか、えー、そのふうな意地悪なことはありえないです。あの存在しないです。あの全部、なんかこう受験生を、こう普通の質問のルートに乗っけるためにですね。あの誘導ってものがなされます。あるいはもう、この辺でもういいから、もう次の問題に進みたいとかですね。そのための誘導ですので。もう分からなくても、とりあえず入って言っとけばオッケーです。で実際ですね、どんぐらいレベルで、あの誘導がなされるかって言いますと。 ちょっと民事権のところを見ていきましょうか。えー、とレジジページです、えー、これ実際ですね、えー、と私が受けたときの,の体験談といいますか、まあ、再現なんですけれども。 えと私の場合はですね1日目が刑事で、えー、と2日目が民事だったんですけどね、えー、とまず朝行ってあのでかい体育館のところにまあみんなで受験生全員ザーッとこうパイプ子に座らされてで時間が来たらその班ごとにあの各小部屋の前にですね、まあ、散らばってあとは順番通りあり一人一人呼ばれていくんですけどもで、えー、とまず普通にノックしてでドア開けてまあ 受験番号を言いますよね。で基本的に主査も副査もあのすごく紳士的です。あの圧迫面接っていうのはもうありえないんです。まあ、たまになんか圧迫するつもりじゃなくてもデフォルトでちょっとこうなんでしょうね公平な口の聞き方する方もいるみたいですけども、えー、と私は幸いそれ当たってなかったですね。 で民事系ですと、まあ、ちょっとこれあの、ざっくり見ていきますけどね。えー、例えば、ま,あ、あのまず、こんなふうな事例が与えられましてで、これはもうパネルに書いてあります。ちゃんと、えー、事案の説明もなされます。まあ、ちょっと目を通しておきますと、あ基本的にしゃべるのはあの主査だけですね。あの副さんがしゃべるっていうのは、あのごくごくあの限られた局面だけです。 えとまず事案の説明がなされまして民事権の場合ですとこれはもう例外がないですねでえっと A がまあ今回のこの年度の話ですと A が B にえー修理をするために預けておいた壺をえー B が勝手に C に売ってしまったとでえー今はえー C が所有しているとああえっと占有しているとじゃあこの時 あなた自身が弁護士 PA の代理人ですねだとして C に対してどんな訴訟を提起するのかと、まあ、当然ですねこれ私の答えとしましては A と C の間に契約関係なんか何一つありませんので所有権に基づいて A は C に対して返還請求を行うと。 で普通はですね、これ、の壺を勝手に売り飛ばされたんで、壺を返してほしいっていうのがまあ A の希望なんで、普通はですね。というわけで、これ答えて次の問題いくのかと思いましたら、この主査がですね、それだけって聞いてくるんですよ。そうするとこっちとしては、何のことは分かんないので、えっと、もう若干ここで、もう私の中でもかなりパニックになってるんですよ。他にないでしょって思ってですね。この時の 一番左右側のですね心の動きとしては、えー、だって壺を取り返したいんだよねってことしかもう頭にないんで。ということで、えー、これですね、えー、訴訟継続中に C が、えー、壺を誰かどっか別の人に渡しちゃうと執行できなくなるんで保全もやりますよって話をすると。えー、でも手段としてはこれ納得しないんですよ。でそこで。 えこれ私沈黙したらですねえここでまず1個目の誘導がなされますえ壺回収できなかったらどうするとここで誘導ですねで回収できなかったらえ代わりに金銭請求するしかないんでえ代償請求とまあ最初からこれ言っといてくれればよかったんですけどねあの主査の方もまあここで誘導が加わりますでここで え大正世紀の訴訟物はって聞かれましてもうこの時点でだいぶもうまあここにも書いてますけども,えもう心の中も緊張とパニックでもうめちゃくちゃなんですよね。というわけでえと不当利得に基づく変なんかこう金銭のとかですね言い始めるともうそこでもすぐ主差がもう遮るんですよ不当利得みたいな。でここでえと不法行為に基づくって言い直して。 でまあ、金銭を話しなるんですけども、えー、この時ですねこれ書いてませんけども「えー、と不当利りとく」ってことで言い間違えてで不法行為に行き着くまでにこの答えがですねずれる前に、えー、とこれ「不当利りとく」ってだけここに書いてますけども、えー、と主査がですねどのレベルの誘導したかっていいますと「えー、と不当利りとく?」って聞かれて、えー、と私がちょっとまあ言いを飛んで何かほかあったっけって思って。 たらもうその瞬間ですね、えー、と誘導で「不、え、法、ー」まで言うんですよ。「不法」あとはみたいな。ね、あの金銭要求するときに「不法」の次に来るものとしてはもう不法行為しかないわけですよね。というわけであのかなりですねあの手厚くあの面倒を見てくれます。 でこんぐらいです、ね、あの入り口というかスタート地点がぐだぐだになったとしましてもあのトータルといいますかこの民事系のです、ね、点数としてはプラマイゼロですね、まあ、ちょっと採点だけ言っておきますとあの予備の口実はです、ねあのまあ、100点満点で何点とかじゃなくてあのかなり点数の刻みが緩やかです。 ちょっとメモっときますね可、えー、もなく不可もなく可もなく不可もなくねプラマインロで、えー、まあよくできてるねてのがプラス1でありえないぐらいよく完璧にできてるっていうのがプラス2一応理論上は、えー、も上も一応ありはしますけども普通常識はそんなんないです。だいたい概ね ここの中にままりますすれも9割9分ぐらいですあと逆方面も同じですね。というわけで基本的には5段階評価と思っといてください。で5段階評価でマイナスままでは受かります、まあ、2科目合計ですね2科目全部合わせてこれあのそれぞれ5段階5段階の評価になりまして1科目プラマイゼロ1科目マイナス1で受かります。 で今みたいな民事系みたいに相当ぐだぐだになったとしましてもプラマイゼロぐらいになります。というわけでなかなかちょっと答えが出ずに誘導誘導繰り返されてなんとか最後まで行き着いたってだけでプラマイゼロですね。だから本当マイナス1とかあるいはマイナス2になるっていうのはよほどのことがない限りはならないんです。それこそ沈黙長いとか。 あるいは何かこういい点数を取ろうとしてせっかく誘導してくれてるのにいやそうじゃなくてもっと細かいニュアンスとしてはこうだって言ったりとかですねあのもう誘導突っ放した時点でもうやばいと思った方がいいです、はい大体、えー、ですねえー、と今,今20分ぐらい経過しましたけども、えー、試験の概要としては、えー、こういったイメージを持っておいてください、えー、したがって 対策としては、えー、本当にもう模擬面接ですね、まあ、これを繰り返して、えー、そして法的な会話になれるとなんだかんだあの、まあ、私もそうでしたけども受験生はですね卓越解いたり、えー、論文書いたりとか、えー、それはしょっちゅうやりますけどあの法的な意味での模擬面接っていうのはやんないですからねでやらずにあの面接に行くっていうのはありえないんですよ普通に考えたら。 あのだって我々普通にですねあの論文は書かなきゃだめだってことも重々分かってるじゃないですかで択一も時間をかけて解けなきゃだめだってこと重々分かってるわけですよね、えー、なのに、えー、なぜか口述試験だけはです、ね、模擬面接をおさらにして、えー、教科書だけで臨んだりするわけですそれはやばいに決まってますよね、まあ、というわけで必ず、えー、と模擬面接を繰り返してください まあそのための素材はあの腐るほどありますので、えー、じゃあえ実際のまあ試験でどんなふうなことを聞かれているのかとかえちょっと中身の方に入っていきましょうか、えー、レジュメン2ページ戻ります えと大体です、ね、所要時間はこれ25分ぐらい、えー、刑事犬も民事犬も同じ、えー、かつ、えー、受験生全員同じです。まあ、ですので、本当、テンポよく、えー、答えていくと。だから答えの今、ここ、あの回答例に乗っかってますけども、えー、と刑事犬の最初の方は、これはきれいにできてますね、えー、と見ていきましょうか、えー、質問としてまず始めますと。 事例をお,伝えお話ししますんで、まあ、よく聞いてくださいと。でちなみに、えー、とこの時メモを取ることはできないです。えー、メモを取ることはできないので、えー、必ずですねあの事案をあの集中して聞いてください。でこの事案間違えるとあの本気でやばいことになります。あの普通にもう一回事案言い直してくださいとか言わないといけなくなりますし。 えそれまでのですねこう答えがちぐはぐになってますしえもう本当パニックしか起きないんですねなので聞かれあの話された事案えここはもう完全にも何があろうとも覚えるとじゃあ見ていきます A が X から印鑑通帳を預かるとともに銀行から預金引き出す権限も与えられたとえところが A は自ら飛翔する目的で 銀行からお金を引き出した、えー、A にかか、えー、何か犯罪が成立をしますかとで何か犯罪が成立をしますかっていう質問なんで、えー、はい成立をしますとでこれが、えー、答えがですね何の犯罪が成立しますか何罪が成立しますかであれば、えー、もういきなり横領罪ですってことになります。あのもう かなりシビアと言いますか、あの本当もこだわるぐらいレベルで、えー、聞かれたことに答えるっていう癖をつけてください。えー、そっちの方があの試験官も話しやすいです。実際ですね、自分があの模擬面接の試験官、まあ模擬面接レックでもやってますけども、あの模擬面接自分でやる,やるようになるとですね、あの聞いたことに本当もシビアに。 端的に一問一答で直球で答えてくれる人がいると楽です。めちゃめちちゃゃ楽ですあの印象点が相当上がります。で実際の本試験の採点基準あのこれ論文なんかでもそうですけどもあの試験科の裁量点はですね、えー、結構でかいですね幅が広いです。まあそれを稼ぐためにも、えー、まあ必ずですね一問一答で 聞かれたことにに端的に答えるとで、えー、今回「配り成立をします」と言ってますんで「じゃあそれ何罪?」っていうふうなことを聞かれましてそしたら「横、えー、領罪ですと」と、まあ、こういったやり取りですね。でちなみにこういう時に「横、えー、領罪です」と言えばいいところを、えー、例えばですね、えー、今回は「 預金の引き出し権限があるんで、えー、そもそも戦友が法律上のものが A の方にありましてとかなんか理由まで、ね、つら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 答えようとするとアウトですそんな聞かれてないんでで次ですね、えー、B は X の自宅から、えー、通帳と印鑑盗んで、えー、それを用いて銀行の窓口に行き預金を引き出したと、えー、さっきとちょっと事案がまた変わるわけですね A から B にで B に何か犯罪成立しますかと聞かれるんでまたさっきと同じように「はい成立をします」と。でそれ何罪ですかと聞かれるんで当然これは銀行の窓口で何らの権限なく通帳印鑑を使って預金者であるかのように装ってお金を出してるんでまあ当然詐欺罪ですよね。 真実を知れば預金引き出しなんかこれ認めないんで。でそうするととここまで出てくると次の質問が、えー、同じ預金の引き出しなのにさっきの A が横領、A、B には詐欺罪、えー、これ矛盾しませんかと。まあ、要するにあの同じような状態なのに、えー、ある時は詐欺ある時は横領、えー、なんかおかしくないなんか違わないかっていうのが なのです、えー、そうすると、えー、ここを聞きたいんでそれ以外の構成要件とかを前もってペラペラ喋っていても、えー、それ点数0点数ですよね、えー、単なる時間の無駄なわけです。というわけで本当聞かれたことを答えるために、えー、一問一答で端的に一言であの喋りすぎずと。 あの一言で答えられないようなあの質問は基本ないんで。で A と矛盾しませんと。A には専有があるけども B にはそれがないからと、えー。ここも極力端的に答えます。あの法律上の専有がどうしたこうしたとかですね、えー、そこはもういかないと。でそこで試験官が、えー、でも A も B も通称持ってるよねと両方とも専有あるんじゃないのっていうふうに聞かれたときに初めて、えー、ここですね。 A にはホール上の占有があるけども B は単に通帳印鑑を盗んだだけで、えー、そんなんないと、えー、だから B は詐欺罪でホール上の占有って一体何なのっていうことで、えー、横領座を委託の趣旨に背いて権限がなければできない行為すること、えー、それが可能な状態引き出し権限などがあれば占有があるとで権限の有無で分けるんだね配送、はい、ですとえっ、ー、と大体今の口述式の流れはよろしいですかね あのこういうふうな流れで、えー、もうちょっと詳しく説明してって言われたときに初めて詳しく説明ですで。それに至るまでは結論だけです、えー、答えていいのは結論だけですちょっと書いておきましょうか一番冒頭に。あのもう理由を言いたくなっても基本的に答えていいのは結論だけと思ってください。 で理由を聞かれとくに初めて理由を答えます。でまあこういうふうにですね一問一答でどん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 進んでいくと。あとあのなかなかですね答えられない。 質問と言いますか、えー、そもそもですね、えー、学説とかすらもまだ入り組んでいてあの統一見解がないような答え普通の受験生じゃ答えにくいっていう問題も普通に聞かれたりします。えー、その時は、えーまあ、自分なりの推論といいますかね、えー、自分なりの結論をそれなりの理由をくっつけて何、えー、か言えばいいです。 あの理由をです、ね、言わないと向こうも誘導にならないんですよ。なので自信がない時ですね基本は結論だけを答えてひたすら守りに入るんですけどもあの時間節約。でどうしてもですね、えー、だんだんわけわからなくなってくる時に、えー、試験管の誘導を引き出すつもりで、えー、理由を一言答えるっていうのはありです。 これ、どんなふうな場合かといいますとね、ちょっとこの辺は、いいとして、ちょっと民事系の方ですね、見ておきましょうか。9ページ、ちょっと開いてください、民事系。 えっと9ページ、これ実際に聞かれた質問としまして、えー、っとここですね、大仏ブス弁ちなみに言っておきますと、えー、っと予備はですねなぜか大仏弁済大好きですねあの。この年度も聞かれてますし、あの今年の論文でしたっけ、かなんかでもちょっと出てましたっけ、出てましたよね、そういえば。なん,かなんだかんだでしょっちゅう出てます。 でこの時はもう端的に「大物弁済」の要件事実は何ですかと。で要件事実を直球で聞かれる問題は、えー、ほぼほぼあの毎年出てますんでまあ主要な問題については必ず要件事実を押さえておいてください。まあ1個ぐらい抜けてもあの誘導してくれますけどねあの実際この時、えー、ダイブスペンサーの要件事実、えー、ちょっと私ずれたことを言ってます。えー、どのふうなミスしてるかっていますとここですね。 えと要件事実について A が B に債務を負っていることえその債務の代わりに壺を渡すことを訳したことで最後実際に引き渡しをしたことえこの3つですとでこれに対してえ試験官がですね引き渡しって聞いてくるんでえここですね答えとしては大仏弁済契約に基づく引き渡しですと。 あの要件事実はこのレベルで、えー、と相当細かいところまで聞かれますあのとにかくもうあの要件事実は答えがもう100%完璧にあ,のありますんで存在しますんで、まあ、その辺だと卓一と似てますよね丸かバツかがはっきり分かれるとあとここですね、えー、大い弁すさえ主張するのに引き渡しまで言う必要があるのか でここで、えー、もうあのさらっと書いてますけどももう私の中でも恐らくパニックになってるんですよねあのそもそも大仏命さんの要件事実はうろ覚えでしたしその当時、えー、それで、まあ、元々この民事系のさっき入り口のところで説明しましたけども,もう入り口のところでもう私も相当焦ってるんですよなんかもう嫌な汗かいてるんですよでその状態でさらに自信ないところまで聞かれてもういっぱいいっぱいなんですよ精神的にはでそこで えと引き渡しまで有質であんのって言われてもうわけわかんないんですよそこで、えー、答え方として一番良かったのがこれですねえー、と私は大仏弁済を養物契約と考えているので引き渡しも必要ですと、えー、ここで理由を一言言うわけですそうすると、えー、主査が「えー、なるほど」と「えー、君はそっちの説で考えるんだと」とならそうなるよねと いうことでえー、そこでもストンともう納得してじゃあ次の問題にいきましょうかっていう話になります。もしここで、えー、何でしょうね、えー、グダ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 変なこと答えてると、えー、もっと長引いて、えー、多分というかまあ予定してる質問が終わりませんので、えー、評価は相当下がると。でちなみにこれでも普通に丸つきます。 えちなみにこれ答えときますと、えっ、ー、と、洋物契約っていうふうに考えるのは、まあ、いわゆる通説であって、で、あの、判例はですね、普通に学生契約であの考えてますんで、えー、これ厳密に考えますと、普通に間違いなんですよね。あの、口述試験は全部判例で答えないといけませんので。なので、えっ、ー、と、最後ですね。えっ、ー、と、一番最後、10ページ。えっ、ー、と、最後、副作です。 えー、一言、えー、とさっきの大仏弁済と、えー、一応判例は学生契約って見解だから、えー、勉強しといてねというのを一言言われてでそれでおしまいでもうほぼスルーされてます。ということで、えー、なんかもうやばくなってきたらあの理由一言言って、えー、それでも流してもらうか、えー、誘導してもらうか、えー、どっちかと。でちなみに えっとこれあの私の時はこれ普通に丸つきましたけども、えっ、ー、となんでそれはあの私のので分かっているかというとですね、あの当然それ一問一問の丸場は公表されませんけども、福さがですね、割と近いんですよ福さあの受験生と福さの距離、あのち本当ちっちゃい小部屋なんで、あのこの教室の半分もないぐらいです、本当めっちゃちっちゃいです。でかなりのまあ近さで。 スクザの手元も結構見えるんですよでその状態でどうなってるかというとあのなんかエクセルみたいなワーッと表があってであの採点するとかあるんですよ、ね、一問一問。で福さの手,手の動きで、えー、一発で答えられたら「丸とかですね。でダメだあの誘導のって答えたら「三角とかでそれでも「ダメだったらもうなんか「×」とかですね。なんかもう手の動きって分かるじゃないですか「丸三角×で。 でその時私が答えた時は普通にこれ「丸って書いてあったんですよ。まあ書いてあったとかもう手の動きがですね普通に丸だったんですよ。というわけであの大体今自分がどれぐらいやばいかっていうのは複数を見てればわかります、はいえー。というわけでここまでよろしいですかね。じゃあ、えー、とちょっとまた元に戻って。 でえー、とどんなことを聞かれたのかというところをちょっと見ておきましょうか。であと、ですね、えー、と聞かれることとして3ページ、ちょっと開いてください、3ページ。 えと3ページの一番下で、えー、とここですね、令状に記載がないものはなんで差し押さえできないのと、あのこれ、操作の方の取材なんですけども、刑事系の,の。なんかもう普通、われわれの頭の中で、令状に記載があるものだけが差し押さえできて、えー、そうじゃないもの無理っていうのはもう当たり前の常識になりすぎてますんで、いざですね、えー、ともう聞かれて、パッとですね、 なんか一瞬あれってなるってあるんですよ。なので、あの実際口述試験はあの推論だけじゃなくて、こう本当にも当たり前の基本原則というか、あの常識的なところ、えー、そこもですね、えー、あらかじめ押さえておいた方がいいです。あの意外と聞かれます。まあ実際ここですよね。なんか頭の片隅にこんなんあるんで、例えば。 えー、捜査員が恣意的な差し押さえすることで過剰に被疑者の所有権、まあ、権利を害するから、えー、だから、えー、記載がががななないいいもものの関連は差し押さえができどうせ心の中としてはここですよね、えー、なんでって言われても、えー、それは当たり前でしょってしかも心の中では思ってないんですけども何、まあ、かあの言えば大丈夫です。 あとは次ですけどもね。えっ、ー、と、4ページ。えー、そもそもこれ、どんなふうな事案かって言いますと、あ、ちょっとまあ、事案、見ときましょうか、せっかくなんで。えっ、ー、と、3ページ、ちょっと戻ります。えっ、ー、と、事例ですね。えっ、ー、と、B に対して、司法警察員が捜索者捜査令状の発布を受けたと。で、令状の対象物。まあ、そもそもこの B は、まあ、ちょっとさっき軽く見ましたけども、 ある人の自宅から通帳と印鑑を盗んでそれで銀行の窓口からお金を引き出したそれに対して捜索差し押さえ令状対象物が本件まあ要するに通帳を盗んで銀行からお金を引き出したとえそれに関する証拠その他印鑑預金通帳キャッシュカードと。 B はあくまでも本件ここですね X の自宅から通帳とハンコを盗んで銀行で下ろしたわけですんで当然この令状で差し押さえが可能なのは X の印鑑通帳キャッシュカードってことになりますね。でこの令状を持って B 宅に行ったところ B は他にも同じことをやってたみたいで X 以外 他人名義の通帳や印鑑が、えー、たくさん出てきたと。で、これを差し押さえることはこの令状によってできるかっていうのが問題で、えー、当然これはできないってことになります。なんでかというと、本件それ自体とは直接の関係がないからですね。じゃあ、えー、この通帳とか明らかに盗まれたものっぽいけども。 それどうするのかと。で当然ですねこれ典型論点ですので、まあ、任意提出を求めるあるいは令状を取り直すどっちしかできないと。でその時私はこれ任意提出を求めるってことを言ったわけですねもうその場合現場にいるわけですからだけどもっとここ、えー、普通こういう場合任意提出を断られるよねと。 えー、そうしたらどうするかというと、えー、例状を取り直すとでちょっとここ少し端折ってますけども「令、えー、状を取り直すこれ時間かかるよね」ってのをちょっとポロッと言われたんですよね。でそれでここですどうしてもその場で差し押さえる場合はその犯罪がなされた背景事情として関連性があると思われるんで。 えー、この B がほかにもこういう窃盗とかをしていることを証明する証拠として関連性認めて差し押さるることとともできると思うとだいぶぐだぐだな答えになってますけどもでまあ主査試験官の方もですねもうそこまでの答えも求めなかったみたいで結構これ割とあっさり切ってくれてます「ここですね」と言われたんで、えー、まあ答えとしてははいそうですと。 でここも注意なんですけども、えー、心の動きですね、えーと。本当は知らないけどもとりあえず「はい」と言っとこうと、えー、これすごく大事です。あの実際実務ではそんなこと絶対言っちゃダメですけどもあの予備試験の口実はですねあの誘導されたらとりあえず「はい」と言うと、えー、それ正しい方法です。 じゃあ、えー、次ですね。あと、皆さんもよくやりがちなこととして、えー、とついうっかり、えーまあ、言葉が付け足されてしまうとかですね、あの予防線張ったつもりがですね逆に突っ込みを招くという例がここにありますね。えっ、ー、と、ここです。4ページの次のところですね、今度はと。 えー、部屋の中にいる B とは別人の F がやってきて置いてある書類を自分のものだと言って、えー、着衣の中に入れてしまったと。えー、この場合この F の着衣の中を操作することはできますかと。でこれ言われてみればもうこれできないに決まってるんですけどもでちょっと一瞬なんかこれ一問一答でもうそこん答えるんで。 えー、この時ちょっと怖かったんですよね。なので予防線を張る意図で原則は、えー、できないと思いますと、えー。そういうふうな答えをします。原則はできないと。でここで、えー、さらっと理由はと聞かれて、えー、まあお決まりの論証ですね。経緯法は人と物を明確に区別している。なので令状に記載なるものには効果が及ぶけども。 人に対して及ばないのが原則だとで、こういうふうにして、えー、間違いを防ぐためにですねこう守ったつもりが、えー、案の定ですねまあ、えー「君これ原則って言ってるけどもじゃあ例外はあるの?」っていうことを聞かれると。というわけで、えー、ここですね心の動き、えー、うかつにですね原則はとかいうふうなことを繰り返して言うと。 じゃあ例外は何なのっていうふうな質問を招きますんであんまりですね対応するのはよくないですあの守ったつもりがですね逆に自分の弱点と言いますかまずいことをさらすことになりますんでまあなので余計なことは言わないのが一番いいですねでまあ一応例外聞かれましたんで 物、えー、に対して及んでいるのは確かなのでそのものを隠匿したところを目撃したとか高度の外転性があれば例状の効果として身体捜索もできると。でさらに今度当てはめですね。今の答えで、えー、規範が出ましたんでじゃあ本件の当てはめはどうなるかということで F が隠蔽を目撃しているので例状の効果としてできますと。えー、ここままままでで一応ギリギリにまとまります あと問題ですね、えー、と次の右側の方の5ページ見てください。5ページのところで、えー、とこの3つ目のところですね、ここ。 えー、金庫に鍵がかかっていて開けられない場合は、えー、一体どうするのかと。まあ、捜索差し押さえする時ですねで答えとしては必要な処分として解除することができると、まあ、これも典型論点です。でこういった典型論点については、えー、条文問題になることが多いですね他の年度を見てましても。なので条文を覚えるのはあの全部じゃなくてもいいです。 本当典型的なもうありふれた問題というかどの論証集にも絶対に載っているレベルの問題、まあ、A ランクの論証ですね、えー、そこだけ覚えておけばいいと、まあ、答えとしてはこれ111条ですで自信ない時はあの勝手に6本見,見たらダメなんで「えー、6本見てもいいですか?」というふうに聞いたりすると。 でちなみに、えー、今回はまたまたまです、ね、会ってましたけども、えー、ともし、えー、これちょっと出てこないという時、えー、その時「6歩引いていいですか?」っていう試験管に聞いてで条文問題の場合です試験管はですねあのまずはいいからとりあえず記憶を当たってみようみたいな感じで、えー、6本引くと認めないですでそこで、えー、6歩を見ずに答えられたら丸で6歩を見て答えらたら三角。 えー、6歩を引いても引いても、えー、ちょっとどこにあるか分かんないんですとか言い始めたらでですすね、えー、この3段階で、えー、条文問題は処理されます逆に、えー、条文問題じゃなくて、まあ、条文をんでしょうねこう出発点としていろんなことを聞きたいという場合は、えー、即聞かせてもらいます。 例えばですね、9ページ、ちょっと見てください。9ページの下の方ですね、条文の要件どうなりますって問題で、これはもう条文問題です、即時取得の要件の推定ですね。 あの即時取得はあの平穏公然、全員無過失、えー、全部これ推定されますけども、えー、ここですね条文の即時取得の要件どうなりますかと、えー、186条で平穏公然、全員が推定されてで無過失についても188でえ推定されるんで取得者は無過失であることが言えると。 えまあこれはですね、えーとしまあ、有名な話なので知っとくべきですし、まあ、普通に考えて条文問題ですね、えー、これ複数はうなずくってありますけどもこれは丸がつきますでここから先は普通ちょっとピンとこないと言いますかあの条文あんまり覚えられない人が多いと思いますんでここです、えー、記,載記載してある署名押印はいずれも偽造だと主張していると、えー、旧だとしたらどんな立証活動をしますかと えちょっとこ,うここになってくるとかなり実務に突っ込んでくるんでえもうちょっとよく分かってないわけですね。とか言い始めるとえ逆に鑑定なのみたいなあのちなみにあの沈黙するとですね無駄に時間が過ぎていきますんで何か頭に浮かんだキーワードは答えた方がいいです。沈黙するんだったら何か答える。 えー、そしたら誘導してくれます。あと、えー、沈黙じゃなくてちょっとすみませんわかりません頭に浮かびませんって言えば、えー、なんかヒントくれます。あの一番やばいのがあのわかんないことに対する沈黙ですね。あの沈黙するとあの試験官も誘導しようがないし試験、えー、あの受験生がですねどこでどんなふうにつまずいてるのかすらわかんないですからね。えー、知識がないのか、えー、それとも知識はあるけども えなんかうまく表現できずになんか条文の文言を思い出してるのかとかえそれするは相手に伝わらないんで何か言った方がいいんですでわかんなくなったんでちょっと六問見てもいいですかとまああの文書に関する規定ですよねで当然これは条文問題じゃなかったんではいどうぞとあっさりと認めてくれます。 とということで228条を見つけて、えー、文書提出命令と。で印鑑については、えー、印鑑証明の提出を求めるまた契約書が実印と違うんだったら、えー、他の契約書などの提出を求めると。まあこういうふうにあの、まあ、条文を見てでそこをですね、まあ、きっかけとして答えさせる問題も必ず出ますね。 で基本的にはもうここの質問は全部あの条文にきれいに書いてくれてますんで、まあ、条文さえ見つかればあとはサクサク答えることができます大体、はいえー、いいここまでよろしいですかねであとですねあの主査とか副査とかあの、まあ、民事系の時まあ そうでしたしたあと刑事系もそうだったんですけども意外とですねそのその場その場場であの心象開示してくれますなのであの普通にまあ刑事系もそうでしたし民事系もそうだったんですけどもあの普通に正解といいますか、えー、ど真ん中で正解するとあの普通に大きくうなずくとかですねあと主査としてもあのもう普通にもうあのサクサク会話が進むとか意外とですねあの リアクションを取ってくれます。まあこれ民事系でしたけども、あの刑事も同じです。というわけでだいたいですね、あの自分の立ち位置といいますか、それはわかりますね。あと服差がもう目の前で丸バツ三角つけてますんで、あのまあ試験実施する側としてもそこを隠す意図はないですね。 じゃあちょっとまた刑事系の方戻っていきましょう。あとは刑事系でちょっと基本的なところでも答えられないとすぐ軌道修正というかヒントをくれるというのが5ページの例ですね。 えちょょっと見ていきましょう5ページのちょっと真ん中あたり、ここです鍵がかかっていない B 所有の車が、えー、駐車場に止まっていましたと。えー、本件、令状で捜作することできますかと。でこれ、私が間違った答えしてますね。令、え、状、ー、はあくまでも B 宅を対象にしてるんで敷地内に止まっている車は、えー、捜索できない。 とと間違った答えをすると、えー、そしたらすぐですね「えー、B 宅の敷地なんだよ本当にできないの?」っていう質問がすぐ来ます。でそんなふうに言われたってことは当然ですねさっっっき答答ええたた私の答えは間違いだったってことですよねなのでそこであの変にですねいやそうは言ってもこれ別の B 宅と B の車は別物なんでとかいうふうにこうなんとか突っ張りようとかこの質問の あ前の質問の、えー、答えをこう正しいんだっていうふうにこう合弁しようとするとロゴでもないことになりますよね。なので「違うよね」っていうニュアンスで言われたら、えー、すぐ訂正です。えー、すいませんできますと、えー。B の管理権が及んでいると。もう完全にもその質問の趣旨に沿、えー、います。で正しいのに敷地内だけど本当にとかですね そのふうに揺さぶる質問はないです。なので、聞かれたらそれに対して、もうそれに乗っかる、はい、そうですというスタンスでやってください。あの、口述試験は全部そうです。あと、口述試験でものすごく多いのが、比較ですね。さっきは敷地内に車が止まっていて、管理権が及んでいるんで、霊場で捜索できたでしたね。じゃあ今度はと、えー、車が B 方に隣接する行動上だったらどうなるのかと。でそうすると今度は、えー、行動上にまで管理権を及んでませんので、えー、当然できないということで答えがきれいにまとまります。はいえー、以上いいですかね。であとは、えー、この刑事系でも民事系でもあのいわゆる放送倫理。まあ、今回ちょっと、まあ もうちょっと時間の関係で割愛しますけれども、有罪と認めているときに、弁護人が無罪立証することはできるのかと、無罪の主張することできるのかというふうな問題でした。はいえー、ということで、えー、もうそろそろですね残り時間あと3分ぐらいになりましたんで、えー、今日はこれぐらいにしておきますけれども、えー、おおよそですね、まあ、最初20分間で、 えー、この口の概要概要略を説明してで残り40分で、まあ、実際の問題をもとにして、まあ、注意点とか、えー、どういった対策をするべきかとかちょっと話をしていきましたけれどもだい,たいよろしいですかね、えー、とにかく、えー、これから先の、えー、10月267までの対策としては、えー、必ずですね、えー、メインで聞かれているところを、えー、対策するっていうのが 試とにかくですね法的な会話を一問一答で成立させるための、えー、模擬面接ですね、えー、もうとにかくそれが重要ですでそのためにまずですね、えー、予想問題とかあと過去問とかええー、手に入れないといけないものがありますんで、えー、まず必ず予備校のですねあの口述模試あと口述対策、えー、そこはあの受けてくださいあのそうじゃないとあの漢字の教材が手に入りませんので で当然模擬面接は1回ですのでそれ以降もう本当三3回4回とかやる時は受験仲間あるいはもう誰でもいいんで友人に去問を渡してでそれで聞いてもらうとで答えるで答えがずれてるかあってるかをちゃんと模範回答によって見てもらうとで当然その時の模擬面接の趣旨として 圧迫をしないでほしいとかおかしな誘導はしないでくれとかちゃんと試験の趣旨ですね今言ったようなことを伝えてそうすればですねあのすぐ慣れますんでで予備の択一論文それを通っている方は知識としては問題ありませんからあとはそこだけクリアできれば大丈夫です、まあ、実際今日ですねあの過去問、まあ、刑事と民事あのそれぞれ、まあ、全部じゃありませんけども 大事なところ、特徴的なところを抜粋しながら話をしていきましたけれども、あの全くあの聞いたことすらないっていう特別な知識なかったですよね。だいどっかかしら見たことはあるんですよ。でそのレベルですので、あとは誘導乗っかってあの答えていけばあの何の問題もなくもう9割以上が起こぶ試験ですからあのリラックスして臨んでください。 はい、じゃあですねちょうど今ぴったり時間が来ましたので私からは以上ですどうも今日はお疲れ様でした